弊社とソラシドエアは2022年10月をもったとして共同持ち株会社を設立していくことの基本合意書を締結しましたので、株式移転による共同持ち株会社を設立し、両社はその傘下に入ります。従いましてイメージ図の通り、両社の株主はすべて共同持ち株会社の株主となります。小幅減少による影響が大きく、当期純利益につきましては、共同持ち株会社を通じた新たな組織体制の構築による経営基盤の一層の強化と地方路線の安定した航空ネットワークの堅持によりまして、お客様への一層の価値の提供および持続的な成長を目指します。医療提携と教育関係を一層深めて、ね、進化させて、そして来場者の経営資源も有効に活用するようなご案内通り、この4月以降、現在でもまだ